移民ってとこはどうなんですかね。そこはやっぱあんまりちょっと日本の場合現実的じゃないんです。奴隷制ですよ、現代の奴隷制だし、あんな扱いをね、そのせっかく来てくれた外国人に対してする国に誰が来たいと思うんだっていう、都合いい年齢の人を連れてきて都合悪くなったら帰ってもらうなんてことは無理なんで、子育てとかってそういう地方自治体、私だと区、区議会議員選挙とかっていうのが一番なんかこう自分の生活に近くて、あの投票行動っていうのがまさに自分の生活にこう紐づいてできているので、気づいた政治家と気づいた国民が両方で動かしていかないとなかなか変わらないし、でも両方動けば変わるんだろうなと思う、ね、首長ミシュランみたいな感じで格付けできないんですか。若い世代の方がね SDGs も浸透してたりとかそういう思考は強そうですよね、そうですよ、ここ感じますよ、どうですか、熊崎さんがおっしゃったそのリーダーじゃなくてフォロワーの考えが変わるっていうのは本当に大賛成で、例えばじゃあ今回 の, あのまあ政府の有償資化の話でも財源をどうしますかってなった時に中小企業の皆さんとかがまあ負担したくないみたいなことを今回言ってたんですね。でも中小企業ってよく考えてみたらただでさえ人手不足でお客様も不足していて、長期的に考えたら未来のお客様、未来の従業員を、雇うためには絶対に現時点で、本当に子育てに優しい環境に変わるっていうことに投資をした方がいいわけじゃないですか、長く続いていくためには。でもやっぱり短期的に今の賃上げの急に水を差したくないっていうことを言って、反対をしていると。でそういうの声がやっぱ大きいのを聞いたら、政府としてもすごくこうそれを押し切ってて、やってくれたらいいですけど、難しいですよね。だからやっぱりなんかこうおっしゃる通りで、その長期的に見て価値があるよねっていうところにいいよねだし、こう自分も協力するよみたいなところがやっぱ増えていかないと厳しいなということはすごく思いますし、若い世代はもちろんその環境の意識も高いし、長期的な目線を持てるのは、もちろんね、まだまだ生きていかなきゃいけないっていうところがあるから当然だと思いますけど、それがね若いからじゃなくてどの年代の人たちでも、で上の世代だったら自分の子供だったり孫の世代の話なわけで、そこまでちゃんと見ていけば、当然そのためにやるっていうのは当然かなと思います。でも短期的な経済的合理性だけで突っ走ってるようなしょうもない企業にはもう入らねえっつって Z 世代がボイコットすればいいんですよ。就活とかしないからもう行かないですからみたいな、寒いですよみたいな感じで言えば、でもそうですよね。今回だから例えばその賃上げの急に水を差すと、この社会、例えば社会保険料を上げるなら水を差しますとか言っている企業の体力がもちろんないところが多いわけで、多分選ばれなくなっていくとか働き方が変わっていかなければ選ばれなくなっていくので、なんかある意味自然淘汰されていってしまうような気もしますけどね。これから超人手不足社会になるから、人にそっぽ向かれたらおしまいなんですよね、企業社会。そっぽ向いてやればいいんですよ、なんかそういうしょうもないこと言ってるような、経団連のなんか会社とかにはもうなんか違うからって言って、だから人による足の投票っていうのもやっぱ大切だし、あとはバイコットとかって言うんですけれども、そんな企業の買わねえとかって言って、買わないからみたいなことを SNS とかで発信していったりとか、いろんな形で我々は実はノーを言えるっていうところがあるので、そういうことをちゃんと言ってこうよっていう話ですよね。村上さんの提言とか、提言というか分析でもあった移民ってとこはどうなんですかね。そこはやっぱあんまりちょっと日本の場合は現実的じゃないんですか。村上さんどうですか。移民の話をするとどうしてもその移民その労働する対象 の, その大人世代のことばっかり注目されてしまうんですよね。で私はなのでなんか家族を連れて日本に今来てくれるのかなっていうのがそもそもすごく仮に日本が来てくださいって言ったところで来てくれるのかなっていうのが結構疑問で、なのでちょっとあえて子供に移民の子がどうなってるのっていうところに着目してみたんですけれども、なのでやっぱり本当安い労働力ってだけ考えてたら絶対選ばれないし、これからアジアは急速に少子化していくので、今世紀 の, その後半はもうアジアは減っていってアフリカの方が増えていくっていう、風に予測されていますけれども、本当にこう移民門戸を開けたら来てくれるだろうって思ってたら絶対そうじゃないっていうことだろうなと思うんですよね。なので本当にこう人を大事にして選んでもらう、選ばれる国になるのかっていうところ
はすごく根本的にあると思っています、うん、本当にコロナ直前ってずっと外国人労働者をどうするっていう議論をしていたんですけど、これコロナ禍があってもう3年4年経ってみて、今まさにおっしゃるように海外からむしろ日本が選ばれない国になっている。でも本当村上さんのおっしゃる、まあ、そういうの関係なく人を大切にしていける国にならないとそもそも選ばれないんだよっていうのはすごくこう身につまされるような部分ですよね、うんうん、そうです。入管とか見てですね、あの奴隷制です、現代の奴隷制だし、本当になんか人を大切にするの真反対、あんな扱いを、ね、そのせっかく来てくれた外国人に対してする国に誰が来たいと思うんだっていうことは本当に思いますよね。だからですから移民の議論するんだったら今いる外国人に対する態度を改めようという話ですよね。移民の方が来たとしてもその方たちだって年齢を重ねて高齢化していくわけで、そういう多国籍のいろんな人たちがそれこその子供とかそのファミリーが社会から支えられる環境にならなければ、いくらなんか都合いい年齢の人を連れてきて都合悪くなったら帰ってもらうなんてことは無理なんで、まさに多様な結婚、多様なファミリーを認めていくって話に、ね、ここもつながる気がします。本当そうですね、労働力ではなく人間なんです。そうです、そうです、本当おっしゃる通りです。はい、あの流れ目では小学生とか中学生で移民のお子さんが日本語を、ね、教えていたんですけれども、国際交流協会の協力で教えていただいていたんですけど、結構こう時間を少しずつ取って、長い期間で日本での生活に不便のない日本語を教えていたので授業がわからない期間が長かったんですね。それで今は1学期間でだいたいわかるようにスピードアップして、で、まあ、場合によってお子さんによっては夏休みの間にやって、2学期からは基本的にもう日本語で授業に参加できる。でそのことによって学校嫌いになったり不登校にならないようにするということで、国際交流協会の協力を得てやっていますけれども、それは外国人の方、元外国人の方が日本がそして流れ回す気で帰化された方が今人権擁護員やっていただいてるんですけど、その方のところへあった相談で分かったんですね。でとにかく授業が日本語をもっとスピードアップして教えてくださいと、そうしないと子どもが学校嫌いになっちゃう、こういったやっぱり細かい実際に人を大切にするというところが、おそらく賃金の100円高い安いという話ではなくて、やっぱりそういうことができる社会かどうかということが大きいと思いますね。それから先ほどのお話で本当に思ってたのは、政治の中でこれは国もそれから自治体でもそうなんですけれども、政策と対策を打ってる自治体が長い間に差がついてくる、で政策ってやっぱり長期的にな視点でこうコツコツとやっていくわけですね。で対策はもう本当に目前のことでやらざるを得ないことだけ、短期的に、でこれを、とても言いにくいですけども、その政策を打ってる自治体あるいは県や、それから対策に終始しているところでは、納税対効果はものすごく大きく変わってくるというのを思いますね。でだけどもそれを先ほどの話で私はその執行する立場からそう思っていたんですけど、それをやっぱり求めるのは市民だったり国民だったりするので、そういう側面と両方からですね、気づいた政治家と気づいた国民が両方で動かしていかないとなかなか変わらないし、でも両方動けば変わるんだろうなと思います、首長ミシュランみたいな感じで格好つけできないですか。そうですよね、ピボットがやってくれたら先天院が今したいですけどね。でもなんかまさに子育てとかってそういう地方自治体、私だと区議会議員選挙とかっていうのが一番なんかこう自分の生活に近くて、投票行動っていうのがまさに自分の生活にこう紐づいてできているので、やっぱりそういうところにもっともっとみんなが熱意を持って何が正しいのかっていうのが、まあ本当リーダーとフォロワーが一体となってなれるようなやっぱり雰囲気作りっていうのが大切なんだろうなっていうところ痛感しますね。おっしゃる通りですね。
さあ、はい、それでは最後にですね、これまでの議論を踏まえまして、日本の少子化対策がうまくいった場合、ちょっとポジティブなお話をしましょう。うまくいった場合に2050年にどんな日本になっていると思いますかというのを、ゲストの皆さんにベストシナリオをフリップにお書きいただこうと思っております、うん、そうですね、こういう時どうしても2050年にもう日本人いなくなるとか暗い脅かし系が多いんですけど、それだけだとちょっとね、ワクワクしないんで、ポジティブな方で行きたいですね。変えたら、ちゃんと変えたらこんなね、いい未来が待ってるっていう、ちょっと絵を聞きたいんですよね。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、2050年か、26年、もう私70歳になってますな。そう考えるとだから、はい、結構自分が年を取っていくにつれて、本当にじゃあ先のことまで自己中心的ではなくて、日本の社会の未来考えて行動するって、なかなかでもやっぱ難しいなって自分に置き換えると思っちゃうんですよね。いや、みんな難しいと思いますね、はい、もうその頃私いないしなとか、なんかやっぱりどうしても思ってしまうところがあって、そうですね、けど20年後30年後ぐらいならちょっと想像できるっていうか、はい、うん、私とかも どういうおじいちゃんになってるんだろうとか、その時の日本がどんな感じだったら嬉しいんだろうとかね、うん、ちょっと想像ギリギリできるところかなって気もするので、なんか子供持ってみて初めてやっぱりこう本当にこう日本の未来とかに対して自分が責任を持たなきゃいけないんだと実感を持って感じられるようになったっていうのはやっぱ一つあるかなとは思うんですよね。またそれぞれの経験の中で皆さんあるとは思うんですが、さあでは皆さんにお書きいただきましたので、皆様一斉にフリップを出していただきましょう。お願いいたします。お願いします。お、あー、なんかやっぱり狙い通りにめちゃくちゃポジティブな言葉が並びましたね。じゃあ村上さんから伺わせていただいてよろしいですか。はい、あの、また生まれてきたくなる日本という、まあ、私も70代半ばですけどでもやっぱり次の世代の時、自分がまた生まれてきたくなるっていう感じのようにしときたいなっていう、それは自分のことを考えてても思うんじゃないかなっていうふうに思うんです。うん、はい、めちゃいいフレーズです。いいですね。また赤ん坊としてこの国にこっからスタート、人生スタートするときにこの国でよかったってまた思えるような、そうですね、いい祖先であるってことはそういうことですよね。そうですね、確かに。小崎さん、お願いいたします。はい、世界で一番ご機嫌な国、日本。世界で一番経済的に繁栄している国ではないと思います、うん、また世界で一番軍事的に強大な国でもないと思います、うん、でも世界で一番みんなが楽しくてワクワクして、で、人類に貢献している、そんなご機嫌な国に日本はなっているに違いない。いや、そんな風にさせようよというふうに思うんですよね、はあ、ご機嫌な国ってどんな国ですか。例えば子供とかが楽しそうにいるとか、うん、そんな感じ、っていうふうに考えるのが大事ですよね、うん、じゃあご機嫌な国ってどんな国なんだろう、子供たちはそのご機嫌な国ではどんな風になってるかな、きっと多分笑ってる、うん、きっとブラック拘束なんてないよね、ないよね、うん、でご機嫌な国だったら、まあ、結婚も割と自由で、幅があって、うん、で、まあ、なんかこう失敗してももう一回やり直しができて、うん、とかっていう風に、ご機嫌な国ってきっとこうだよねっていうところから我々の想像力ってなんかかきたてられるんじゃないかなっていう、うん、風に思うんですよね、うん、そうですよね、うん、亡くなった坂谷太一さんがやっぱ戦後の明治はやっぱ強い日本を目指したと、うん、富国強兵で、うん、そして戦後はやっぱりあの豊かな日本、経済の日本を目指して、うん、これからやっぱ楽しい日本であるべきだって言って、うん、それと似てますよね、うん、そうですね、これからご機嫌な日本です、うん、ご機嫌なね、はい、確かにな、うん、みんながこう朝起きて今日も一日、いや絶対楽しい一日だっていうふうに信じられるような、うん、そして子どもたちも絶対に未来には希望があるっていうふうに思えるような、うん、そんな国そのために大事なのはパックスであり、子供の権利であり、子供に投資することであり、男女共同参画であり、自治体が死ぬ気で頑張ることであり、さまざまなものも総力戦で頑張って、そして2050年みんなで笑って会おうよと。確かに、ね、感じですね。普通に行くと結構権威主義が高まってるかもしれないですもんね、2050年、うん、特にアジアはね。そうです ね、そんな中、じゃあ2050年ちょっとみんなでまた会いましょう。会いましょう。いいかな。そうですね。30。
はい、じゃあ井上さんお願いします。はい、ちょっと私は流動が細かいことを書いたんですが、子供がいても男女ともに、まあ、フルタイム、まあ、フルパワーで働く選択肢があるっていう社会になってるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回出てた多様な結婚パートナーシップのあり方が認められる、あとは子供の権利が認められるっていうところと、もう一つすごく重要だなと改めて思ったのが、まあ、特に今女性ですよね、女性で働きながら子育てをするっていうのがまだまだ難しい状況があると。で、例えば賃金も女性の方がまだ低かったりとか、結婚して子供を持ってる時もその女性の方が負担を、まあ、していることが多いので、その結果例えば女性の方が昇進が遅れて、そうするとじゃあ離婚ってなった時に、まあ、女性の方がこう、まあ、賃金が低くてこう、まあ、パートナーシップを解消するのが難しいとか、うん、まあ、さっきも男の人が責任取ってくれるのみたいな、そういう発想になるのもやっぱり女性側が弱者になってしまっているからだと思うんですね、うん、なので、まあ、そういうことが変わっていって、男女ともにちゃんと自立してお金が稼げる、で子供がいるからって言ってその社会の中であなたは評価されないっていうことじゃなくなっていくっていうことがあれば、みんなが自信を持って、うん、この社会の中で子どもを育てていけるっていうようなことになっていくのかなということを思いますし、まあ、さっきも話をしていたじゃあ女性のキャリアを築くタイミングと子育てが重なるっていうのも、結局子どもを持つとじゃあ他の人がすっごい長時間労働してる中で早く帰んなきゃいけない、じゃあ女性は評価されない、だから早く子どもを持ったらキャリアに傷がつくから子どもを持ちたくないって思ってますけど、じゃあみんながそういう子育てをしながらもうフルパワーで働ける社会だから、ある意味では長時間労働とかもなくなっているのかもしれないですし、子供を持っている人たちもそうじゃない人も同じようにフルパワーで働いていた時に、子供を持っている人が不利にならないっていうような社会になっていれば、まあ、そういう社会になっていないと、まあ、こう少子化対策がうまくいった50年後の未来とは言えないのかなと思ったので、まあ、そういうこう、まあ男女の働き方というか働き方の観点も一個大事かなと思ってこれにしました、うん、今のフランスとかスウェーデンってもうこれにもう実現してるっていう、子ども未来戦略方針の中でも働き方の話ってすごく言ってましたけれども、やっぱりそこで指摘されてて面白かったのが、その残業に対する考え方の違いみたいなところが結構面白くって、日本は残業代すごく安いじゃないですか、ちょっとの残業代で長く人を働かせられるから、まあ、少なく人を雇って長く働かせた方が合理的と、でも残業代が高ければ多くの人を雇ってみんな定時で帰らせた方が変に会社としては変動コストがなくていいですよね、かそういう意味ではまあ、やっぱりどっちかっていうとその長時間働かせるんじゃなくって、まあ、定時でみんながフルパフォーマンスで働くっていうような社会のインセンティブになっているので、そっちに行くべきなんじゃないかみたいな議論が出ていて、それがすごく、まあ、いいなと思いました、うん、日本もそういうふうにみんなが定時の時間内で働くっていうふうになれば、そこの、まあ、差は生まれないですよね。で、まあ、もちろんテレワークみたいなことももちろん合わせてっていう話ではあると思うんですが、そういう労働時間働き方みたいなところで、まあ、子育てしてる人だけが不利にならないっていうところは作って、日本でも作っていき方があるんじゃないかなと思ってます、うん、村上さんのご意見だと今の日本ってフランスとかスウェーデンの先進国に比べて何年ぐらい遅れてる感じですか？スウェーデンで親結婚してようがして前がちゃんと女性が平等に働けるようにって、うん、言うのって1930年代100年近く そういうことがちゃんとだから人的資本投資っていうような言葉も使われてるんですよ、1930年代から。なのでちょっとあんまりよそと比べすぎないで、そうですね、それ比べないほうがいいですね、分かりました、はい、あ、なるほど。じゃあ江崎さんお願いいたします。特に政治に関わるようになって、今の仕事になって、どうしても国やさまざまな政治的な機関、それから政治に関わる人とこう交流する時間が長くなって、そうするとこう毎年毎年トンネルの奥に入っていく感じがするんですね。ですけどやっぱり今日、まあ、私もその諦めたらダメだと、もう終わりだと思って、諦めないようにしていますけども、今日話を伺っててとても力をいただいて、本当に政治的なポジションにリーダー責任になる方と、それからフォロワーと、もうみんながね、この諦めずにしっかりと前進していくことで光が見えてくる。まだね5年や10年では
全然そのトンネルの先は 見えてこないんじゃないかと思ってるんですけど、でも2050年だったらトンネルの先が見えてくるかな。でその時にはやっぱりいろいろな立場の人権が守られて、多くのそれぞれの異なる人たちが立場の異なる、あるいは、まあ、障害の有無とか、まあ、いろんな立場の方々がこの希望を共有できる、そして競争社会が実現できる、そこその出口が、出口というか入り口ですかねが見えてくる社会になるんじゃないかなと。でまたそうしていかなければいけないなと思います。やっぱり最後ポジティブなものにして良かったですね、うん、あそうですね、うん、ずっと暗くなっていかないで、やっぱりこう2010年には先が見えてくるんだよっていうところをゴールにできて良かったなと思います。皆さんの話を通じて光が見えてきましたね。そうですね、見えてきました。さあ、たっぷり議論しまして日本の少子化について理解を深めることができました。最後に締めとして、はいはい、佐々木さんから今日の議論を踏まえて の学びまとめていただけますか。いろいろモヤモヤが取り除かれてですね、やっぱり日本版パックスだなと思いました。なんかいろんな政策あるんですけど、一つやったらドミノ倒しのように変わっていく政策ってあると思うんですよ。それ結構日本版パックスなんじゃないかなって。これがセンターピンですですよね。いやそんな気がしましたんで、ちょっとパックス流行らしましょう。確かに日本人のこう変わらない価値観の根幹みたいな部分がそこでパーンと行くと行く気がしました、はい、ボーリングのピンが飛んでいくように、まずは港区から流山から流山から行きましょうということで、絶対ですね。いやありがとうございました。今日は本当に長い時間ゲストの皆様ありがとうございました。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 